今回は鶏もも肉のチャーシューと人参の塩昆布和え、ナスの味噌汁の3品を30分で作っていこうと思います。まずはナスの味噌汁から作っていきます。お湯にだしのパックを入れて煮立たせて、だしを取っていきます。そしてナスを乱切りしていきます。乱切りした後に水にさらしておきます。こうすることで、アクが抜けて食べやすくなるし、変色を防ぐことができます。そして人参の塩昆布和えは人参を薄くカットして細くしていきます。でこの後耐熱容器に入れて電子レンジで1分半ぐらいチンしました。続いて鶏もも肉のチャーシューを作っていきます。鶏肉の余分な皮とか、あとなんか軟骨の部分とかをハサミで切って、あとはなるべく厚さを均一にしたいので、厚いところに包丁を入れて、薄く観音開き風にしていきます。はい、出汁が取れたので出汁のパックは取っておきます。そしてくるくる巻いてタコ糸で縛っていきます。まずは端の部分を固結びして余分な糸を切ります。そして指にこういうふうにこう回して、くるっと豚肉に通していきます。慣れるとね、意外と簡単にできます。これね、手際よくやるとすごい料理上手な人になった錯覚に陥りますよね。はい。で、全部巻いていきます。で、全部巻けたら最後の部分を固結びして、はい、余分な糸を切ります。そして耐熱容器に入れてレンジで600ワットで5分間チンします。そして、ナスのアクが抜けたので、お湯に入れていきます。そして、人参もレンチンして水気が出てるので、キッチンペーパーでよく水気拭き取った後にごま油と塩昆布を入れて、あえて完成です。そういつもね、人参は結構飽きがちなので、ちょっとずついつも少量ずつ作ってます。そして、はい、5分間チンした鶏肉をフライパンに開けて、みりんと、あとはお醤油とお砂糖、を加えて煮詰めて絡めていきます。そしてナスが柔らかくなったので味噌を加えてナスの味噌汁の完成です。そしていい感じに煮詰まってテリテリになってきたら一旦火を止めて少し冷ました後にチャーシューをカットしていきます。ちなみに卵はめんつゆにつけておいた味付け卵です。そしてカットしていきます。うん、いい感じに中まで火が通ってます。やっぱり電子レンジでね、一旦蒸すことで、はい、火が中までしっかり通った美味しいチャーシューになるので、ぜひ作ってみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったよという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。この鶏チャーシューのレシピはクラシルさんのものを参考にしてるので、概要欄にリンク貼っておきます。ツイッターやインスタなどもやっておりますので、もしよかったらそちらもフォローよろしくお願いします。